教育の効果が逆にその分裂あるいは格差を固定拡大する方向に動くのではないかというようなことが考えられるのとお考えでしょうか。これはむしろ日経新聞によると思われます。日経今一番格差問題の熱心なのは実は日経新聞ですよ。日経新聞によってるとしょっちゅう K っていう字が出てくる。これ今アメリカで話題になってるのが格差が K の字型で拡大してると。それ特に大学院卒と高卒の間の障害者とかは倍を超えちゃってる。それで大学卒と大学院卒でも倍まではいかないんだけども 60% ぐらい、だから大学院卒が100としたら院卒は160ぐらい、それぐらいのところまでもう来ちゃってる。それでその傾向っていうのは多分止まらないと思う。だから日本の場合には人文系の大学院っていうのにほとんど進学しないっていう不思議な傾向があるんだけどね。私が活動してても大学院の中で優秀な部分っていうのは就活も全然苦労してないね。それで簡単な話だと学部と大学院でどう違うかっていうと、まず日本の大学っていうのは高校レベルの知識の欠損があるんですよ、必ず。だから東大なんていうのは1、2年の駒場で、駒場の課程っていうのは実質みんな1年でやっちゃうからね。2年目は、内部進学の点を上げるためにもう一回取り直しをするっていうこういう形で使ってるから実質1年なんですよ。でそこでやってるのはほとんどが高校のやり直しだよね。だから高校での欠損があるっていうところは全部ないと。でも日本でそのカリキュラムがきちんとできてるのは東大だけなの。これは京大にもないから、これはやっぱり東大にすごいと思う。だから同志あたりだと個別の教授 の判断になるわけで、君はここは足りないからやってけっていうことで高校時代の欠損を出るんで、大体大学の学問で入り口で1年かかっちゃうわけ。それで関東と関西とちょっと時差があるのが、関東は今3年生の5月から就活になるわけ。それで内定が出るのは6月だよね。それで6月の後、それじゃあ勉強する気になるかって言ったらならないよ。そしたら大学に行って実質勉強するのは2年1ヶ月。そのうち専門家庭の勉強で1年1ヶ月しかやらないわけ。だからほとんど大学で専門知が身につかない構造になってるわけ。ところが大学院の流れでしょ。大学院の就活はスタートが遅いの。大学院に入った時の1年目の1月なの。それで内定が出るのは6月なの。早い人は3月で内定が出る。そうすると大学院の就活生マックスマムは5月なの。5ヶ月なの。そうしたら大学でね、6年間いるんだけど勉強する期間っていうのは5年7ヶ月が勉強できるの。そのうち専門家庭は 4年7ヶ月勉強できるわけ。学部卒は1年1ヶ月しか勉強しないわけ、実質。それで大学院の場合は6月に内定が出ても修士論文を書かないといけないからね、大学院修了まで論文書かないといけないから勉強し続けないといけないわけ。そしたら学部と大学院で勉強する量がすでに今の日本の大学院で4倍違うわけ。4倍の勉強量があるってことは成果は16倍ぐらいになるわけ。幾何級数的に増えてるから知識って。そうするとアメリカはそれが制御されるから普通に勝てないんだよ。そうすると知識を大量に持っていて未知の問題に遭遇した場合でも対応できる人が企業でも使えるし、こういうふうになるから引率者っていうものが収入が大きくなると。だからおそらくそれをストップするっていうことは、それは上に上がる人を引き下ろせば社会が豊かになるかって言ったらそうじゃないかな。となるとやっぱり国としての再分配政策をすることだと思う。それだから累進課税制これあるでしょ。でも今だって最高税率は所得税の 45% だから、ね、それで住民税 10% でしょ。それから 2% は復興税だよね。そういうことだと4500万円以上の年収がある人っていうのは
半分以上の税金で取られてるわけなんだよね。これをもっと増やしたって、そういうお金を持ってる人ってあんまりいないわけよ。そうするとやっぱり私は消費税率上げるしかないと思うんだよね。だから消費税率は逆進性が高いってよく言うんだけども、それは必ずしもそうじゃなくて、軽減税率入れて、それなおかつ消費税で取ったものをどう再分配するかによって逆進性が高いのか、それとも再分配規模を果たすとか別の話だから。だから消費税払ってれば、例えばおかしいなと思う、市営住宅に住んでるんだから、なんでメルセデスが止まってるんだって、そういうのもなくなるわけよ。要するに税金を払いたくなければメルセデス買わなきゃいけない、消費しなければいいわけだから。だからそういうふうな再分配政策を入れていく。それからアメリカの場合は再分配政策あんまりやらないんだけども、寄付が税控除になるから、だから税金払う代わりに寄付をしていくっていう、そのチャリティー文化が入っていると、こういうふうになるんで、結局教育によって経済格差が開いていくっていうのは、これはその資本主義システムのもとにおいてやむを得ないと。問題はそこのところで、勝ったものが、俺は教育のレベルが高いから全部総取りだと。だから自分が年収4500万なんて、隣に本当に栄養十分取れてなくて、給食しか食べてなくて、それだけで栄養をつないでるっていう子供がいるっていう、そういったことに対して痛みを感じないようなエリートたちしかその国にいないんだったら、その国は滅びるよね。だからお金を持ってる人、力を持ってる人っていうのは、その力に合わせた形でもやはり責務があるんだっけ。これもやっぱり教育だと思う。そういったことを含めて、だから強くなる人、それからお金を儲けていく人っていうのがいたら、その人たちの足を引きずり下ろして金持ちをやっつけろと。そしたらみんなが豊かになるわけじゃないのよ。それは共産党の発想だよね。そうじゃなくて、能力があってお金を儲ける人はそれもそれでいいじゃないと。しかしその儲けたお金をどういうふうにして使うかっていうところの価値観をきちんとさせてもらいたいなと、こういうふうに思ってる。だからアメリカはそこのところはグリードってちょっと大つくばりになっちゃったよね。その辺はロシアやヨーロッパの大金持ちっていうのはやっぱりもっと再分配するよ、助け合うよ。だいぶ違うよね。他に取りますか。はい、どうぞ。すみません、こちらで佐藤さんに以前お話ししていただいた、そこから私も注目しているんですけども、イギリスの動きなんですが、北アイルランドとかスコットランドとかが非常にその EU 寄りだということで、まあ、イングランドですね、イングランドはその逆にその EU から離れるという、まあ、国家分裂みたいな、まあ、状況になっているんですけども、まあ、それについてですね、今後どういうような流れになっていくのか、またその日本との関係、まあ、先ほどの TTPですけども、そこら辺について今現状をどういうふうに見ているのかというのを教えてください。16日にイギリスが新しい核ドクトリンを発表したでしょ。それで核の保有数を増やすという形にしたよね。あれ日本の新聞の報道もイギリスの新聞の報道も変だと思うな。中国に対抗するためにやってるんだと、違うと思うよ。イギリスにアジア太平洋まで進出して中国をどうこうするって言ったら体力ない。それから核の力からすると、アメリカ一国で中国の核で十分対抗できるだけの核能力があるから、イギリスが支援を得る必要はない。ただ中国を悪者にしてはとりあえず大丈夫だからと。実際狙ってるのは、1960年にフランスが核実験をやった時と同じような心理になったんじゃないかと思う。1954年にインドシナ、第一次インドシナ戦争でフランスは敗北するでしょ、ベトナムで。で、アメリカに引き継ぐわけだよね。1956年のスエズ動乱を仕掛けるけど、思った通りにいかないわけよ。それでうまくいかなかったわけ、スエズ、運河を手に背負ってきなかったわけ。そこで、そのドゴールが考えたんだよね。もうイギリスの今の外交力、経済力、
それから軍事力では大国して生き残ることができない。だから世界の反発力でも核兵器持たないといけないということで、1960年に核実験をやって4番目の核保有国になるわけじゃない。これと同じように、イギリスは EU から離脱したでしょ。そうしたら EU は事実上ドイツなんだよ、拡大ドイツ。で特にメルケルさんが今年の秋で辞めたと、ドイツの国家主義的な傾向は強まる。今回のナバーリニー事件でも、ドイツがあそこまでロシアに仕掛けるって今までなかったことですよ。それから、インド洋にフリゲート艦をドイツが送ってきたりするでしょ。こんなことっていうのは、今までなかったことですよ。というのドイツの自己主張ですごい強まってるわけ。それを牽制するための核と私は見たい。だから、イギリスっていうのは、ヨーロッパの大陸から離れることによって、特にドイツの間の緊張が強まってくると思う。で、カウンターバランスとして、日本とか、の関係を組んでいくということで、今後はだからドイツ問題っていうのは結構深刻になってると思う。それドイツ問題のポイントっていうのはね、ドイツは戦後西ドイツで反共体制に区切られたりで、良いドイツ人と悪いドイツ人の区別っていうのはアメリカ人がしたわけ。ヒトラーとその周辺のゲシュタポとか親衛隊ね、これは悪いドイツ人で、大多数のドイツ人とドイツの官僚とドイツの国防部、これはその良いドイツ人だ。ところがナチス体制っていうのは国民全部が巻き込まれたから、全員ナチスの支持者だったわけよ。ごく一部の抵抗者を除いて。これが日本の場合のような緩い帝国とは違ったわけなんだよね。ナチスは勝ち組だったわけよ。だから日本だったら戦時中は東条英機の悪口言ってる人はたくさんいたわけだし、それから東条英機だって独裁者じゃないからさ、内閣2回もあったじゃん、戦争中に。小磯内閣になって、鈴木内閣になってるでしょ。ヒトラーが変わるなんて、どうしか考えられないから。で全然違う体制なんだよね。そういう、形だから、実は、そのナチズムの報告って、どうしてよくできてないんだよ。それから、東ドイツは、我々はナチスと関係のない者たちによってできた国だっていう理由で作っちゃった国だから、全然非な力ができてないから。それだからナチズムのやっぱり根っこっていうのがあるんだよな、あの国は。そういう変なものが今ネオナチで出てるでしょ。あるいはドイツのための選択みたいなのが出てるでしょ。そのドイツの肥大っていうのをやっぱりイギリスはすごい警戒してる。ただそれを言っちゃうとドイツとフランイギリスの関係をものすごい緊張するからね。だから黙ってる。先ほどトットの話をされた方がいたから、トットも世界の不安定要因は中国とトルコとドイツだって言ってるでしょ。だからフランス人はなんか感じてるね。だからちょっとドイツ問題っていうのはね、本当に分析しないといけない、これから。メルケル後のドイツが国際社会でどういう役割を果たすか。とにかく経済的な化け物だからね、あの国は。EU はニアリーイコール、イコールに点々がついてる。ニアリーイコールドイツだからね。拡大ドイツだから。だからドイツ問題との関係で、イギリスっていうのはすごくいろんなことを考えてるんだと。それから今回、核を増強しちゃうと、スコットランドの分離独立運動が強まる可能性があるの。どうしてかというと、イギリスっていうのは地上の核基地がないのね。狭すぎるから。第一撃で全部吹っ飛ばされちゃうから。だから潜水艦なんだよ。ところが潜水艦で反撃を受けた国がその後どうする。この潜水艦は1年半か2年間は海でそこにいるんだけど、母港に帰ってこないと、のたれ死なないみたいなんでしょ。よくもやりがってなって、母港を壊すから。母港はスコットランドのグラスゴーのそばに一つしかないから、だからそこを攻撃されるわけ。そうするとスコットランドからすると核戦力を増強するっていうのはスコットランドへの脅威感がそうだからね。お前らそんなに核が重要だったらイングランド持ってけって、こういう話になる。だからスコットランドの独立化の動きにも今回のこの決定は影響を与えるんで、非常に変なことが第一撃をついちゃったと僕は見てます。はい、他に何ですか。佐藤さんですね、ロシアのラブロフ外務大臣が22日から25日にかけて中国、韓国を訪問するというんですね、はい。普通3月なんてね、ラブロフさん日本に来てもいいぐらいの
大体3月21日は日本にいることが多いですよね。それも誕生日ですからね。これやっぱ中国、韓国に行って、日本には特別なまだ連絡もないわけだから、まあ、日本間で終わると思うけども。いや、だからその話、一昨日ぐらいに、一部のメディアのオフレコで、ロシア外務省がリークしたっていうのは、多分日本政府に伝わることを期待して、なんか反応があるかなって見てるんじゃないかと思うんですけども、見てないと。見てないのはね、まあ、公明の前だっていうことで、ノイズ立てたくないっていう動きが外務省の一部であるのと、この前の2プラス2で中国が名指しにしたでしょ。その状況のところで中国がだいぶ出回りしかけてると思うんですよ。日本行かないで、中ロの外相会談で、ちょっと日本も嫌でも行ってやろうと。あともう一つはね、ちょっと先生、奪った見方かもしれないんだけども、外相法に一部になるでしょう。そしたらそれはホップ、ステップ、ジャンプ、ホップなんですよね。でステップで、総理の功労で、こう、ホップ、ステップ、ジャンプって流れになるはずなんですよ。そこの準備がまだ十分にできてないし、やれる自信がないっていう日本の外交等とかね、これは外務省だけじゃなくて官邸を含めて、そういう雰囲気があるんで、ちょっと鈍感力を発揮してるかなと。普段だったら今の外務省や官邸の感じだったら、ラブロフがそんなこと言ってきたら、じゃあ日本でも来てもらおうって感じになるんだけども、ホップ、ステップ、ジャンプに今は飛び込めるだろうかと、日本の内政状況でも。その辺瞬時した感じがしますね。ちょっとうがちすぎた見方かもしれませんけどね。そんなその日本の外務省や官邸マルケじゃないと思うんですよ。ロシアからシグナルが出てるのが気づいてると思うんです。ただ中国も例えば北京なりですよ、はい、主要都市であるんだらいらっしゃらず、結構経験だって話なんですね。はいはいはい。そうなると、ま、何をまた考えているのかなっていうのはちょっとだからそれは二通りでね、本当に顔合わせで信頼を強化するっていうような感じのサミットなのか、あるいは首都でやるには面倒くさいと、首都でやる以上は声明を出さないといけないから、一種の信頼醸成用の外相会談としながらかなり踏み込んだ話をするか、どっちかですね。でもあんまり暇じゃないと思いますが、私は後者の可能性の方があると。だから首都以外でやるときは先生むしろ要注意ですよ。要するに、首都に書いてあるときは文書出さないでもいいですから。だからそれは要注意で、なんかすり合わせないといけないことがあるんだと思いますよね。はい、そろそろ時間になりました。来月はですね、第一部、第3木曜日です。申し訳ございません、これも私の関係で。4月15日の16時から。参議院議員会があるのかどうか、パスになります。第4木曜日は定例ですけど、来月は第3木曜日、4月15日でありますので、また、ご参加のことをですね、よろしく。4月101の、いつもです。4月は101だそうです。この隣ですね、101。いつものところです。よろしくお願いをいたします。どうも皆さん、今月もありがとうございました。